やべ、下まで行ってもた。こんなに切れんの、すげえな。初めてやったけど、ちょっと力入れてないねんけど。マジか。これ切れんのはいいけどさ、なんだこりゃ。下まで行ってもた。さあちょっと片付けるわ。はい、さっきすごかったね。あんなに切れると思わんかった。びっくりするぐらい切れんな、日本刀って。まあまあ、やってみたかったのでやりましたけど。今回刃物特集ということで、刃物いろいろ揃えてみましたけど。大体、キャンプ行っても包丁使うことが多いのね。やっぱよく切れるから。だから、料理するのはもう包丁が一番かな。関の孫六、これどこでもみんな売ってるっしょ、これはね。よく切れる牛刀ですわ。ほいで、これが堺の一文字の秀光。もう小魚さばくのはもうこれが一番、もうよう切れて すごく助かってます。いつも切れるよ、めっちゃ。めっちゃ切れる。歯出してるからね。いつもはね、あれ、甘めに設定するんですけど、今回、かなり研ぎました。切れてなかったらかっこ悪いじゃん。で、これが、柳葉。これ一尺ね。これも堺一文字見えるかな？こんな感じで見える？堺一文字秀光。同じですわ。青かな、これ。青やね。うん。よう切れるよ。めちゃめちゃ切れる、これは。ずーっと使ってるけどね、これは。いい包丁だと思います。で、次。ちょっと、ゴミだらけなんだ、こんなことしてたら。ちょっとゴミで、まあナイフというか、こう果物とかなんか切りたい時はもう藤次郎のプロじゃない方ね、この細い方、これをよく使ってますね。これもよう歯は出てますけどね。紙にしようか。うん、よく歯は出てる。で、いつも料理に使うのは藤次郎プロのニッケルダマスカス粉。綺麗でしょう。ちょっと歯ごぼれありますけどね。綺麗くない？ニッケルダマスカス粉。綺麗な目が入るんですけどね。まあ、研ぐと、研いでるところはだんだん減ってきますからね。本当はこれぐらいあってんけど、一回かけて、ベルトサンダーかけたからだいぶ短くなりましたけど。藤次郎プロ、これもよく切れる。で、次どんどんいかんと時間がなんぼでも経つからね。次は斧なた。いつも使ってるから、何これ、巻き割りするのはもう全部これ、村国のなた18センチやったかな、180、18センチやね。これ結構重たくて、よく割れる薪がね。 いつも割ってるでしょ。で、最近買ったやつが、これはもういいや、この斧。いや、本気の斧ってやっぱりよく切れるよね。重たいけどな、よく切れる。すごく重たい分力がかかるから、ここでやったらなんかテーブル割れそうなんやけどね。こういくとスパッて割れる。いつも割ってます。
よし。はい、次。次はナイフ関係かな。包丁も済んだし、ナイフやね。私サバゲーやってたから、その時に揃えたものが結構あるんですけど、現実味がないのね。だから最近もキャンプばっかりやから、キャンプの時はもうオピネル。ん？なんか切れてない？大丈夫？オピネルの10と8かな？やったと思う。よいしょ。これもね、箱出しあんまり切れないんで、一応炭素鋼のやつは買って、何？これ炭素鋼やから、なんでカーボンか。カーボンって書いてあるやつ。炭素鋼のやつは買ってますけどね。まあ、綺麗に研げば、そこそこ切れるような刃にはなりますね。紙切った方がいいのかな？気持ちいいぐらい切れますね。お、引っかからへん。お、切れてないのか、これは。よし、いくよ。これぐらい切れないとダメ。だいぶ気合い入れて研いだよ今日のために。いつももっと、もうちょっと手を抜いてる。こんなに切れるようには作ってない。よいしょ。で、次、これでオピネル終わりね。これなんやろ。アイスアロー。まあ使うのかな、わからんけど、とりあえず短いからな。よいしょ。それなりに切れるのは切れるけど。よく切れるのは切れるけどね。さあ、これを果たして、これでフェザースティック作れってか。こう。ちょっと短すぎんじゃない？ロープ切るとかやったらいいかもしれんけどね。よし。んで、これがガーバー。ガーバーね。これも、刃出したから、よう切れるよ。切れてるよ。よいしょ。これ切れてんのか。切れてるよね。刃出てるもんな。これガーバー。ガーバーはな、オールドガーバーが一番好きなんやけどね。なかなか揃えるにも、高いもので、ね。ガーバーと、オールドガーバーはガーバーと、アバクロンビー&フィッチが、ダブルネームになってるやつが一番好きです。よし。ちょっとゴミを片付けよう。はい、次。これはビクトリーノックスの、スイスチャンプ。スイスチャンプ。もう何個機能あんのか全くわからへん。32個ぐらいなんか機能あるらしいけど。いっぱいついてるやつね。まあ一回憧れて買ったんですけど、ラージブレード、ショートブレード。これ一個ずつ説明してたらむっちゃ時間かかるから、ドライバー、これがペンチかな。なんせいっぱい入ってる。線抜きから、ボールペンから、爪楊枝からボールペンか。これは爪楊枝かな。で、マイナスドライバーがね、面白いとこに入ってんね。いや、どこや？硬っ！ほんまに硬いか？あ、こっちか。これをくるくるくると回すと、これマイナスドライバーのね、回せるのかっていう話やけど。まあ 100% 使わないわ。スイスチャンプ。かっちょいいよね、ビクトリーノックス。一個は持ってた方、持ちたいなと思って買いました。で、これが、何やったっけ？ビクトリーノックスの、スイスアーミーナイフの、なんか、レスキュー隊が使うやつやったかな？こんな感じ。ここでロープが切れますよっていう。ラージブレード、このブレードが欲しくて買ったんですけど、
一応なんか栓抜き缶切り、何これ、マイナスドライバーか、いろいろこっちにもついてますけどね。爪楊枝が絶対ついてるのね。本当は毛抜きが欲しいね。もしそげ刺さった時にチュッて取れるやつ。これがどこやったっけ、よくわからん。スミス&ウェスのかな、なんか多分それぐらい、そんなナイフやと思うけど、これも切れるようにしときました。全然切れなかったからね、だいぶ磨いたよこれ。でこのこれついてるナイフ私嫌いなのね。研ぎにくいから、これどうやって研げるよね、ここむっちゃ研ぎにくいから、基本ブレードだけのナイフが好きなんですけどね。で折りたたみ式はこんな感じです。次くくりかな、よいしょ。これネパール、インドの狩猟民族が使ってるくくり。まあ切れるっちゃ切れますね。これで巻き割りでもできるんやけどね、装飾がすごいけど、これ本気のくくりなんでよく切れます。これで巻き割りもう一回やりましたかね。カチッと収まるのがいいね。これどこ、スミス&ウェッソン、これどこなんやろ。あーあった、スミス&ウェストンって書いてある。こういうナイフが一番使いやすい、ちっちゃくてよく切れて、よく切れて、うん、切れてんのか、これあんま切れてないな。あでも刃出てるよね、切り方が悪いのか。シューって切れないと意味がない。あ、いけるね、大丈夫、切れてますわ。甘いけどな、設定は。まあ、この辺はサバゲやってた時の名残なんで、あんまりキャンプでは使わないかな。よいしょ。これはどこ？これもスミス&ウェストン。これも結構磨いたよね。あれ。回転バフでニャーってやったから結構なんか綺麗くなりましたけど、またこうやって使うのね。スミス&ウェスト、そんなにいいナイフでもない、ヘレとかのナイフの方がよっぽどいいよ、こんなん買うぐらいやったら。かっこいいから買ってるだけで。シースナイフ、もうコロンビアとかもう普通に切れますけどね、こうやって。な、木でも切れるのは切れるけど、あんまりなんか忍者っぽいやろ。で、かっこいいな思って買ったけど、今ではあんまり意味がないな。これどこやろ、これもコロンビア、この辺はコロンビアかな、全部。まあ、使うような使わんようなナイフやな。包丁一番やって、やっぱり。かっこよくね、すっげえ。それだけのために買ったけどな、かっこいいなぁ思って。まあ USA コロンビアなんで、まあ普通には切れます。その全く切れへんちゅうことはないけど、実質使えるようなナイフではないね。よいしょ。これも一緒かな、コロンビアかな。綺麗でしょ、綺麗から、飾ってたらかっこいいかなと思って買ったようなナイフ。まあ、切れるよ、すごく。よいしょ。これも切れるけど、切れてんのか？うん。うん。切れるのはすごい切れるね。いい感じだよ。折り目があるのね。もう切れてんのこれ。あ、切れてる切れてる。うん、切れてる切れてる。うん。そんなめちゃめちゃ切れるいうことはないけど、刃がな、これだけ厚くつけると、これぐらいいくのね。
削るとき。これじゃつかないのね。種類忘れた、名前忘れたけど、ここを削ってまうから、それよりももうちょっと角度立ててこういかないと、なかなか削りづらい。角が立つからね。よし。それと、なんや。よし。あと、ガーバーのマチェット。これもサバゲの時やね。キャンプでもう犬連れてガサハラに入っていくっていうことが 100% ないから。マチェット。これも磨いたから、すごい切れてるけど。こっちのノコギリ。こんな感じで。切れてるよ。これで草カン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 って買っていったらいいんやけどな。ガサラ入ってこう、銃で狙うときね。でも、今使わへん。これ、切れんのかな。ああ、まあなんかごつい刃やけど、ノコギリの代わりにはなるかもしれんな。でもこんな持っていかへんやろ。そんな感じかな。ちょっと一発ヘレのナイフ、普通のナイフが欲しい、一本。1万5、6千円で売ってると思うんですけどね。いやー、あ、そうか。出してなかったな。よいしょ。さあ、本身見る？すごいよ、備前長船。名刀やね。ああ、許可か。ちょっと待ってて、許可持ってくるわ。許可ないと、まずいでしょ。さすがに、これがないと、まずいでしょ。許可がないと。ちゃんと持ってますよ。昭和29年2月の18日許可。ん？登録書。日本美術等保存協会。よし。で、これが鑑別書かな。鑑定書かな。備前長船。こんな感じか。かっちょいいねー、やっぱり。平成24年かな、これ撮った。はい、これで許可もあるから、大丈夫ですよ。さあ、本身。キャンプで使うことは 100% ないけど、捕まるし、こんなもん持ってったら。よいしょ。重た。何秒 ?850g やったっけ？見えてる？長すぎて。こんな感じなんですけどね。あとね、ちゃんと手入れしときます。綺麗よー。すごく。めっちゃ重たいけど。切れ味はさっき見た通り。むちゃむちゃ切れるから。びっくりした。日本刀ってそんなに切れんねんな。面白いぐらい切れてた。すごいわ。さすが。はい、しまいます。おっかない、こんなん持ってたら。いいね、この音が。よし。そんな感じかな。まあ、刃物が好きでこんだけ、なんやかんや持ってますけど、実質使うの、オピネルのナイフと包丁ぐらい。飾って楽しんでる感じですかね。よし。で、これ巻いたら出来上がりと。白さやに収めてんのが一番いいよ。だから、普段使うのはオピネル、包丁。こっちかな。いや、違うな。東次郎プロ。これだけあったら十分。
それだけあったら十分です。あって魚釣り行けるところに犬が行けるわけがないので、行けんのかもしれへんけど、そんなキャンプ場見たことないし、そうやし、あのワンズをこう閉じ込めて私が出ていけるっていうこともないし、なので魚さばくのは魚を買ってきて、キャンプ場でさばくぐらいやったらできますけどね。なのでもうほぼ家で調理してから向こうを持っていくだけなんで、これで十分十分。もうヘレ肉切る、もう肉切るのはもうそれで十分。あとはあの鉄板の上でこう切ってんのはいつもこれこれ一番いいと思うわ。1000円ぐらいじゃないのこれ、オピネルって。もうちょっと下かな、1500円ぐらいするのかな。でも全然これ使えるもんね。一番いいと思う。むっちゃ切れるし、あの研げばね。研ぐのはまあ技術がいるから、いっぱい研ぐしかないね。私も料理屋で全部教えてもらったから研げるようにはなりましたけどね。はい、今日はそんな感じでございますよ。さあみんな寝てる？起きてる？お前だけそこにおるよ。相変わらずやな。はい、今日も一日ご苦労様でした。